はい、こんにちは、トぐリーです、えー。今日はですね、えー、DM で教えていただいてありがとうネタですね。Travis、え、Japan、ー、が実は昨日からかな、ワールドツアーが始まってるんですけれども、その会場でスマホ撮影 OK のアナウンスがありましたよっていうのを、わざわざ DM で教えていただいた方がいまして、慌ててちょっと調べて記事にしてみました。 これね、あの、本当恥ずかしい話なんですけど、3ヶ月ぐらい前に書いてるんですよね、僕。アトラス・ベース・ジャパンがワールドツアーに出るということで、まあ、ちょうど9月3日、昨日が台湾の初日だったんですけど、注目してますって書いててね、もうその日程とか全く覚えてなかったんです。<laughs> 忘れてたんですけど、ね、すいません。DM で丁寧に。 これね、台湾のゼップニュー台湾っていう,う会場から DM 送っていただいてるんですよね。こんばんは、もうすぐトラビスジャパンのワールドツアー初日が開幕します。私も今から入りますっていう、ね。入り口手前とかなのかな。今回は国内ツアーのように1曲だけでなく、全編撮影可能なようですっていう。しかも入った後に、えー、公演前にはっきりスマートフォンによる撮影は禁止してませんと、放送がありましたっていう。 いや、本当教えていただいてありがとうございます。これはもうね、現地にいる人しか分かんない情報ですからね。やっぱり、あの、まあ、日本のアーティスト、日本のアーティストのライブってやっぱ基本的にまだ日本では撮影禁止になることが多いんで、だこの間、あの、サマソニバンコクもサマソニで禁止、その、タイでも禁止アナウンスだったんですよね。実際には、あの、会場でスタッフに聞くと撮っていいですよって言われて、撮ってる人も多かったみたいですし、サマソニに出てた、 トルベスジャパンの映像も、ファンカーも上がってたんですけど、やっぱりなんか日本のこの、大業主とか、その権利者からすると、やっぱり一応何かのためのに撮影禁止で書いておくっていうのが、やっぱちょっと残念ながら基本になるのかなってちょっと思っちゃったんですよね。結構調べたら海外のライブも撮影禁止だけどみんな撮ってるみたいなのが多かったので、イギリスのグラストンベリーとかそうでしたね。ただ、 今回興味深いのは、そのザラビジャパンのこのライブ会場で、スマートフォンによる撮影は禁止してませんってわざわざ宣言したって、要は撮ってくださいっていう話ですよね。実際にあの、ツイッターじゃないんだよね。X に上がっている動画をいくつか見て回ったら、やっぱり、本当あの会場の方々がみんなスマホを掲げてるのが映ってるんですよね。まあ、その分、やっぱちょっと後ろの方が見えにくかったっていうクレームのコメントもちょっと見つけちゃいましたけど、 やっぱね、この、ちょっとすみません、昭和の世代の人間からすると、まあ、いわゆる旧ジャニーズ事務所のアーティストのライブで、ファンが自由にこうやってスマホで撮影するのが OK で、しかもね、アナウンスで撮っていい、まあ、撮っていいっていうか、スマホでは禁止してないって言われるっていうのは、ちょっとね、すげえ時代変わったなって思っちゃいましたね。なんか、まあ、あの、 まあ僕自身はテロ、トラビスジャパンのファンですって、ちょっとファンの方に怒られてしまうぐらいのウォッチャーですけど、これね、ちょっと改めてこの記事書きながら、あのアメリカズ・ゴット・タレントのオーディションっていつだっけと思って調べたら、まだ2年前なんですよね、これ。本当あの2年前のファン,にファンの方に、まあ、トラビスジャパンはその、まあ、日本では活動を全部停止して、 で、アメリカにその修行の留学に行ったんだって話を聞いて、で、その後、このアメリカズ・コ・タレントに出るっていうことで、まあ、出てね、これが本当、最初のマイクパフォーマンスの英語のやり取りからして、この日本の全てを捨ててきましたみたいなくだりが、なかなかグッときましたし、やっぱこの、みんなの盛り上がりが素晴らしかったですよね。これ本当あの、アメリカ人でやっぱこのね、あの、 みんなで応援するこのカルチャーいいっすよね。なんか日本だってやっぱり最初知らない人だと斜めになりがちですけど、全然知らないアーティストだったはずなのにもう会場がもう完全ホームで迎え入れてくれるし、終わった後にやんやんやんやで、スタンディングオベーションっぽくなってくれるみたいな、本当素晴らしいなと思ったんですけど、この時まだだからメジャーデビューしてないんですよね。だから、この活躍のおかげでメジャーデビューして、まあ、今やもうテレビの番組にも引っ張りだこで、 うちはねあの、GP が非常に好きでしてあの、ドッキリグランプリが好きなんで、ねあの、松田玄太さんとかも完全にね、そのうちの次男の中では松玉っていう、ちょっとあのあのネタにされる方のキャラになってるんですけど、2年ですからね、それでやっぱり、まあ、悲願だったその海外での活躍っていう意味でのワールドツアーをされるっていう、しかもその、 ツアーがこの撮影 OK になったことによって、まあ、おかげで僕もあの、この始まる、このね、会場に入る前の人に DM で教えてもらった結果、その、いつ動画上がってくるんだろうと思って、一生懸命僕も英語サーチしちゃったんですけど、やっぱね、ライブの最中は皆さん集中してるみたいで動画上がってもなくて、終わった瞬間にバンバン上がってきましたけど、でその、日本にいる、まあ、居残り組とおっしゃってたトラジャタンの方々が、やっぱりその、 撮影オッケーなら上がってくるの楽しみって投稿されてたりとか、まあ、その上がってきた動画をみんなでリポストしようみたいなのを見てると、いや、こういうことかってちょっとね、僕も XG のワールドツアーの初日たまたま参加してたんで動画上げたら、YouTube のコメントとかで海外のファンの人からお礼のコメントもらってびっくりしたんですけど、まあ、こういうことですよね。やっぱその ファンは待ってんだなっていう、この、これからツアーが始まるっていうの時間をちゃんと、時差も計算して、待ってるからこそやっぱ動画が上がった瞬間にコメントが入るんだなっていう、まあ当時僕は全然わかってなかったですけど、なるほどなっていうでそれをやっぱりこの、いわゆる旧ジャニーズ事務所所属グループである、スタートエンターテインメントのトラビジジャパンが、ワールドツアーだからとはいえやってくれるっていうのはちょっとね、 個人的にはちょっと時代の変化の兆しじゃないかなって勝手に期待しちゃってたりします。まあ一方でやっぱね日本は当然ファンも多いし、あの撮影禁止が興行の主側も普通になってたりするんで、まあこれでいきなり日本も撮影解禁になるとは思わないですし、やっぱりその撮影している結果後ろから見えないみたいなあのネガティブな声も出てきちゃったりするんで、やっぱり日本なりのルールの解禁の仕方はあるんだろうなと思うんですけど、 とりあえずは結構国内ツアーでも撮影 OK 曲とかちゃんと作ってたみたいですからね。なんか、ワールドツアーでこんだけ積極的に解禁したら、まあ、これによってその海外のファンが増えるっていうのが確認できたら、日本のツアーも撮影 OK なったりしないかなみたいなのすいません、勝手に。期待して、えー、とりあえずメモ記事を書いてみた次第です。 はい。ということで、えー、こちらのチャンネルは、えー、日本のエンタメを密かに応援したいなと思っていますので、えー、他にもこんな話してますよって方がおられましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけますと幸いです、えー。今回撮影 OK の話を教えていただいた方、えー、本当に DM でわざわざ教えていただきまして、ありがとうございました。はい。今日もありがとうございます。